東雲さん。顔を見るなりゲッですか。もういいです。いつまでもネチネチガミガミブツブツと言い続けてもしょうがないですから。はい、全然気にしてませんとも。そりゃあもうこれポッチも。心にやましいところがある証拠ですね。それはともかく、昨日はコンロの肉まんをありがとうございました。ええ、食べ物に罪はありませんからね。ところで東雲さんはこれからお暇ですか。暇じゃなけりゃ別にいいですけど。なるほど、私はちょうど先ほどバイトが上がりました。神社の方の細かい事務処理が溜まってまして、それで早上がりにしてもらったんです。慣れてますから。それはそれとして、暇だというのならいいところに連れてって差し上げましょう。怯えないでください。単に肉まんのお礼ですから。もちろん嫌ならいいんですけどね。来ればわかります。さ、早く。はい、うちの神社です。それはそれでありがたいことですが、差し当たって本殿の方は関係ありません。今用事があるのはあちらの建物です。準備してきますので少し待っていてください。どうぞこちらへ。はい、上をご覧ください。いかがですか、茜神社の星空幻灯記は。プラネタリウムのことですよ。茜神社は星を祀るために作られた神社です。はい、もっとも1000年以上も前からこんな技術があったわけじゃありません。この国にプラネタリウムの技術がもたらされたのは20世紀の初めから中頃にかけてのことです。これに当時の宮司が目をつけました。学校が3つ建つというほどの高価なものだったそうですけど、でも周囲からの援助もあってこのプラネタリウムを建設することができたんです。当時のままです。もちろん投影機は何度も代替わりしていますけど。
用意しました。ご不満でも？そうでしょう、そうでしょう。この投影機の性能は普通のプラネタリウムにあるものとは。あ、まずいのです。東雲さん、とりあえず外に出ましょう。やっぱりダメでしたか。投影機の調子が悪いんです。自分での修理は限界がありまして。ま、これにて今日の上映会は終わりです。満足できましたか？何が当たり前のこと。では早速ですが、入場料を徴収いたします。はい。それはそれ、これはこれ。機材を動かすのもタダじゃないんですよ、東雲先輩。銀星学園2年 C 組ですよね。今日のお昼、天川部長と話していたのを聞きました。はい、私は1年 E 組ですから、東雲さんと星見さんの一つ下ですね。これからよろしくお願いします。です。天川部長を除けば唯一の部員ですね。さて、外で話し込むのも寒くて嫌です。そうですね、コンロにしましょう。肉まんが美味しかったので、今度は店の中で食べてみたくなりました。入場料、先輩から直接現金をいただくのもなんですし、コンロンでの夕食をもってその代わりとします。人の家をボロ神社呼ばわりした償いです。それから、あなたの恋人が私に暴言を吐きました。ほうほう、ごちそうになります。何を今さら。さ、行きますよ。友坊、おかえり。スバルちゃん、怒らせただろう。頬膨らまして一人で帰ってくるのを見たからね。頑張れよ、青少年。いやいや、あたしもあんたぐらいの年の頃にはいろいろあったよ。そういや、あん時は友坊の位置にあたしがいて、ここにあいつが立って。おっと、ごめんごめん、寒いのに立ち話に付き合わせてさ。タバコ切れ、ちょっとそこまで買いに行ってくる。
最近気に入ってるやつを切らしちまってね。もうワンカートンあると思ってたんだけど、うっかりしてたよ。あいよ、ちょっとだけ胸に留めとくよ。遅れちゃうよ。はい。おはよう、東雲。覗きは良くないよ。まあいいけどね。仕上げの走り込みやってたの。弓を引くとき足腰ができてないと正しい姿勢を維持できないんだよ。そういうもんだよ。そんなことよりスバルと喧嘩したんだって。
バル本人から聞いたの。昨日電話で話して、今日も朝練の前にちょっとね。人と仲良くなるのは得意なんだよ僕。さっきの後輩の子たちも見たでしょ。まあね、それはともかく頑張ってね、いろいろと。秘密。あ、シャワー浴びて着替えないと遅刻しちゃう。じゃあね。おはよう。おはよう。そんなわけや。いや、俺はいいんだけどよ。てか、もともと俺の席はここだし。何？お前ら喧嘩したのか？あ、すまんな。転校初日からイベント目白押しだな、お前らって。ご苦労さんですな。いや、俺を乗り越えてこそ男。というわけで、このプリントを金曜日までに。東雲くん、そわそわしてどうしたの？トイレ？ともきじゃないか。こんにちは。どうして距離を取る？何よそれ。よくわかります、東雲さん。って、私も時々そうしたくなります。変な奴ら。ともきは、これから食事か？なら、うちの部室で食べるといい。
ジュースを飲ませてやるぞ。学食でパンを買うのか？なら、ついでにゴールデンハチミツレーズンパンっていうの買ってきて。部長が2日連続で購買のパンだなんて珍しいですね。ああ、昨日初めて食べたんだけど、気に入ったから。なるほど。そんじゃ、私たちは部室に行ってるから、なるべく早くね。遅かったな。寄り道してたのか？そうか。いつもは頼まれた人が必死で走ってるんですよ。ああ、それでみんな息を切らせてたわけね。皆さんかわいそうに。うん、苦しゅうない。厳選された最上の素材だけを使用して職人が一つ一つ丹念に焼き上げましたと書いてあるな。贅沢品です。さて、食べるか。ああ、そうか。そらすけ、金庫開けて。拒否します。あそこに入っているのは天文部の活動費です。そんなの私のお金と同じってことでしょ？ダメったらダメです。だ、そうだ。無理。またお財布を家に置いてきたんですか？持ち歩くのが面倒だもの。篠宮さん、部長は財布を持ち歩くという習慣が薄いんです。正確に言うと財布がいらないんです。どの店に行っても必ずフリーパスですから。誤解を招く言い方をしないように。後からちゃんと払ってるぞ。部長の家の財務係の人は苦労してるでしょうね。家計は苦しくないよ。膨大な数の請求書の処理が大変だろうって言ってるんです。大丈夫よ。こないだ事務員を何人か雇ったから。そんなわけだから手持ちはないの。いい子ね、撫でてあげよう。もう済ませました。いえ、全然足りないのです。東雲さん、そのパン美味しそうですね。制服って高いんですよ。何万円もします。
要するに、そらすけは制服を買うお金がないの。特例としてその服を認めてもらってよかったな。同情すんな、余計わびしくなる。パンよこせ。私は誤解してましたけど、東雲さんは素晴らしい人なんですね。一生ついていくか？それもいいかもしれないです。東雲さんのこと好きになれそうです。急に帳簿なんか取り出して。今日ここにお呼びした本題です。ほほう。ここ1ヶ月少々予算を使いすぎてます。いいじゃない、別に減るもんでもないでしょうが。減るもんです。ほれ、おしぼり。熱いわよ。だいたい、同じゲーム機を2台も買うことからして理解できません。一緒に買ったゲームがさ、ネット対戦モードが楽しくて。でね、対戦するには2台必要なわけ。自分のお金で買いなさい。でもさ、置いておくのは物質なわけだし。あのですね、元々がネット用の対戦ゲームだからさ、テレビも2台ないと意味ないわけよ。だから、大型テレビもう1台買っちゃった。うわーねっすてー。私を守りなさい、トモキ。そこをどぎなさい、篠鍋さん。そうそう、大型のゲームコントローラーも買ったんだっけ。かーぐーやぞ。そらすけ、こんなことで怒っていてはもっと大きな買い物ができないじゃない。
うん、当たり。あのね。それじゃあ、カバン取ってくるね。